ホンダ CB、ホンダドリーム CB250 ドリーム CB250 は、ホンダ技研工業が、かつて製造販売していたオートバイである。本校では搭載するエンジンのシリンダー内径を、拡大し、排気量をアップした姉妹社のドリーム CB350 並びにフルモデルチェンジ社のドリーム CB250T、ドリーム CB360T のほか、 派生車種についても解説を行うとともに以降は、日本国内仕様については、ペットネームのドリームは省略して記載する。CB シリーズ排気量 250cc、クラスネーキットタイプのロードスポーツ車で、1960年から製造販売された CB72 スーパースポーツをフルモデルチェンジした第二世代モデルである。また同一フレームに、 さらなる高出力をという観点から 350cc クラスのエンジンを搭載するモデルが同時開発され、1968年から製造販売された。CB72-77 スーパースポーツから全面刷新されており、フレームはセミダブルクレードルへ変更。搭載エンジンもクーレ4ストロークにバルブ再 1C に気筒という形状こそ共通だが、 特徴的だった前傾25度シリンダーはほぼ直立とした上で CB250 は内径 X 工程イコール 56.0AX50.6 排気量 249ccCB350 は内径 X 工程イコール 64.0AX50.6 排気量 325cc に設定圧縮比はもに9.5としスペックは250が 最高出力 30PS、1500rpm、最大トルク 2.14kgm、9500rpm、350が最高出力 36PS、1500rpm、最大トルク 2.55kgm、9500rpm とされた。指導方式は、セルキック併用、トランスミッションは常時広報式5段マニュアル。 ただし CB72-77 で採用されたリンク調整式バックステップは廃止され、ハンドルもフラットからアップタイプに変更した。サスペンションは前輪をテレスコピック、後輪をスイングアームとし、ブレーキは前後ともリーディングトレーディングである。ホイールは前後18インチスポーク、タイヤ幅は前が3.00であるが、あとは250が3.25。 350が3.50と異なる。1968年4月15日発表。外装は CB72-77 のイメージを引き継いだモデルで漆黒をベースにクロームメッキを使用した燃料タンクを装着するほか、タコメーターとスピードメーターは楕円形状に一体化された上でライトケース上部に設置する。1970年までに生産終了。 CB350 エクスポート海外向け輸出仕様1968年モデル CB250 エクスポートメーターパネル海外向け輸出仕様1972年モデル上述した CB250、350と同時発表。燃料タンクを海外向け輸出仕様と同じ容量 12L のストライプカラータイプに変更しメータール4に眼式とした。 バリエーションモデルで海外向け輸出仕様の社名は CB250K、350K とされた。1970年2月3日発表、同月4日発売で以下のマイナーチェンジを実施。標準販売価格は250が18万9千円、三円、350が19万6千円。生産目標は姉妹社の CL250。 350を含み1万3000台付きとされた。1971年2月25日発表、同年3月1日発売で一家のマイナーチェンジを実施。標準販売価格を250が19万7000円、350が20万4000円へ改定。生産目標は輸出並びに姉妹社の CL250、350を含み2万5000台。 月とされた。1972年2月28日発表、同年3月1日発売で一家のマイナーチェンジを実施。標準販売価格を250が20万2 0円、350が20万9 0円へ改定。生産目標は、セニア並びに輸出を含み1万5000台、月とされた。エクスポートの前輪ブレーキを油圧式、シングルディスクへ乾燥したモデルで、 1971年5月31日発表同年6月1日発売エクスポートの1971年モデルをベースにしてディスクブレーキ装着以外には以下の相違点がある標準販売価格を250が21万2000円350が219000円生産目標は6000台付きとされた 1972年2月28日発表、同年3月1日発売で、エクスポート同様のマイナーチェンジを実施。標準販売価格を250が21万7千円、350が22万4千円に改定。上述したエクスポートセニアを統合したフルモデルチェンジ車で、350はエンジンのシリンダー内径を 67.0mm に拡大し、 排気量 356cc、最高出力 31PS、9000rpm、最大トルク 2.60kgm、8000rpm となったため3 6 2変更を実施。社名の T は2気筒イコールツインに由来するほか、海外では 250K、350K と区別するため、モデルコードの G5 で呼ばれる。 なおエクスポートセニアからの変更点を以下に示す。日本国内向け仕様は以下のスケジュールで発表発売並びに標準販売価格、生産目標が設定された。本モデルは1977年にホークシリーズへフルモデルチェンジされ生産終了となった。以下のモデルが製造販売された。C72 の実質的光景となる。 ビジネスモデルで1968年6月24日発表、同年7月10日発売。CB250 をベースにするが、シングルシート、大型リアキャリアフルカバードタイプドライブチェーンケースを装着するほか、出力特性を低中速での扱いやすさを重視し、最高出力 27PS、1万 RPM、最大トルク 2.09kgM。 8000rpm へ変更。マニュアルトランスミッションもロータリー式4段とした。タコメーターは未装備で、スピードメーターは C72 同様にライトケース上部内蔵とした。1970年に生産終了。CL250 ホンダコレクションホール所蔵車 CL350 海外向け輸出 COSL350 センターアップマフラーや、 ブロックタイプタイヤへ換装を行い、オンオフロード両用としたスクランブラータイプ。CL72-77 スクランブラーからのフルモデルチェンジ車で1968年4月15日発表。搭載するエンジンは CB250-350 と共用するが、出力特性を中低速での扱いやすさを考慮して1970年モデル基準で250。 が、最高出力 27PS、1万 RPM、最大トルク 2.00kgm、8000RPM、350が、最高出力 33PS、9500RPM、最大トルク 2.60kgm、8000RPM となるほか、車重も CB の 167kg に対して 164kg、 前タイヤは3.00サイズであるものの19インチ系とし、あとタイヤは250、350とも3.50から18という差異がある。1970年2月3日発表、同月4日発売で CB250、350エクスポートと同様のモデルチェンジを実施。本、モデルオリジナルの変更点はマフラー及びプロテクターの 形状変更を行い断熱効果を向上させた。標準販売価格は250が19万1000円、350が20万1000円とされた。1971年2月25日発表、同年3月1日発売で CB250、350エクスポートと同様のマイナーチェンジを実施。標準販売価格は250が19万9000円。 350が20万6000円とされた。ベースモデルが CB250T、350T へフルモデルチェンジされた際に250は単気筒エンジンを搭載する SL250S を実質的後継者としてモデルチェンジされ生産終了。350は海外向け輸出仕様として CL360 へモデルチェンジされ1977年まで。 生産された。CL シリーズより、オフでの走破性を重視した上で、後継も兼ねるデュアルパーパスモデル。c b 三百五十をベースにして九百七十年十月十九日、発表、同月二十日発売。エンジンチューニングは、c b 三百五十とも c l 三百五十とも異なる、低中速高出力重視の最高出力三十 p s 九千五百 r p m としたほか。 指導方式はプライマリーキックを採用。また当初からエンジンキルスイッチを装備するほか、フロントフェンダーを CL シリーズの可動式から固定式に変更した。標準販売価格は21万7千円。生産目標は輸出も含み5千台付きとされた。1973年にベースモデルが生産終了となったことから本モデルもハイモデルとなった。 1976年4月26日発表発売 CB250T、CB360T CB をベースにしたモデルで以下の変更を実施。日本国内並びに海外へ輸出もされたがベースモデルのホークシリーズフルモデルチェンジにより生産終了。ありがとうございます。